ピンポイント通過。いるね。これでこっからこそこそ行けば結構楽に殺せたりとか。あの距離でなんかね、まあこのゲームの難しいところって数の暴力のところもあったりするから、1対1だとそんなに負けないんだよね。はあ、なんかね、くれるような素振りをするんだけど、実際何ももらえてないけどね。全然。これさ、しゃがんだら命中力増すとかある？めっちゃ当たんないもんね。この距離無理なんだね。車出てきたしね、大体ね。おっと、ちょっと待って、なんだこいつは。思い、なんか、覚えてないぞ。ちょっとこっちの方がいいかもね。バカしてないよ。めっちゃ速いの。死んだか。こいつは普通のやつ。そして、ここに、そこに、あれがいるね。やはりな。超危ないな。どうしよっかな。いけるね。余裕だったわ。1枚目。4枚だね、全部で、壁。このゲームはアイテムとかがないから、もうちゃっちゃか進めていいっすね。早い！早い！早いから、バイクのヘルメット被ってみましたみたいな。ごめんなさい、ちょっとマウスが。どんな敵？バイクのマイク、マスク？ヘルメット。バイクのヘルメットではない。やっぱりな、もうスタンバルね、近づいたら。これは来ないやろ。はい、終了。2枚。気持ちいい。なんでどっから湧いてきた、これ。おかしいやろがいい。進行方向、あっちに敵が湧いたってことはあっちだとは思いがちだけど、そこになんかあるんだよね。隙間が。これで奥まで行って何もありませんでしたっていうパターンがね、昔のゲームあったりするんで、ちょっと怖いよね。大丈夫っていう感じではあるけど。うわー、何もないパターンだ。あ、パンくれんの？ありがとう。ここまで来てパンゲットみたいな。じゃあ、もうね、変にカットとかさせないでほしいよね。
さて、ここが最初の脳みそをやっつけたとこだね。うん。で、どっかに湧いてるはずだよね。行き場がなかったはずだから。だからあのトローリーも多分投げてくる武器のうちの一つになってたりとか。コンティニューポイント。エンシェントボール。エンシェントボールで防げるのかな？大丈夫だね。ここにはいない。いた。できたね。これ銃の先っぽを見るといいね。右に出てくるこの銃の種類だけど、あんなもんわかるかーみたいな感じだからさ。やべ。あぶねえ。あの野郎よ。お、いえ。あ、あの子は悪い子だね。殺したよ、人を。本当に殺しちゃったじゃないか。助けられもしないよ。ひどい。俺、若干心のどっかで不死身だと思ってたからさ、NPC が。んなことはなかったねー。あ、あ、見てなかった。はい、同じところまで来ました。そして同じ失敗しないように堂々と立つのはやめましょう。何のアピールかっていうぐらいね、堂々と立ってたからね。普通に死ぬんだよ。なんかやたらでもこいつ強い気はしないでもないんだけど。うん、減る減る。すげえ減る。強い強い。おお、生きてたんかい。お前それはずるいぜ。びっくりした。最後まで引き金を緩ませない。その心意気やよし。7発。うん、車を用意してたみたいだね。あげるよ車っつって、パチェロパチェロみたいな。敵のことを言うんじゃない、言うんじゃないよ。今こうやってパンツを見落としてたわけじゃないよ。本当にね、たまにね、すごくこういうね TPS のゲームをやっててね、上の方をちょっと見るときに、この女の子のね、女性の、この主人公の場合にね、明らかにこういう感じになっちゃうから、何リューボンつって、ね。YouTube の動画上げ、YouTube に動画上げてるのに、己の欲求を満たすのやめてくんないみたいな。もう一気、どこだ、赤色がいるはずだから。若干覚えてるね、ここ。迷ったのかな。もう、撃ちながら、こんなね、こんなバカすか撃ちながら。ん？ヘリコプターか。これで、ちょっとエレメントショット使ってみましょうか。力いっぱい戦っちゃいましょうかね。エレメントショットだから強いぞ。危なかったなお前。今一斉射撃やっただろ。
残念、誰もいねえよ。あれ？びっくりした。残念だな。そして？あれは違うな。どっかに、まあ、湧いてるというよりも、どっか見えないところに、ポツンといらっしゃるんだよね。で、この辺車が多いから、いる可能性が高いんだが、路地とかいる、あるかなと思ったんだがないね。覚えてるって言ったくせにね、わかんないっていう。迷ったのは覚えてる。ここ、延々とぐるぐるしてたのも覚えてる。どうやってクリアしたのかは、まあ、正直。で、こういうところから上がったりとかすんじゃないの？どうせ。違う？その、どうせの意味がわかんないけど。いる。この裏だ。この裏にいる。で、どっかに階段がないか？あそこに登る。あ、そっか。今、ここの広場に降りてきたけど、降りずに渡ればいいんだ。オッケーオッケー。もうちょっとね、バレットウィッチの前身というのはおかしいけどね、会社が違うから。前身じゃねえや。進化系とも言ってもいいぐらいの、ベヨネッタ。ね。ベヨネッタは、すごくこう、高速移動ができるので、こういう時ね、ストレスたまらないんですけど。こっから撃てんじゃないの？いないか。じゃあ、しょうがない。ね、この辺にいるはず。声がした。ああ、いい、つって言ってる。あ、あいつがいるな。ちょっと待って。あ、でも遠心のところいらないな。お前も一撃かよ。最後の一撃はミスポッチ。いるぞ。やばいとこにいそうだな。避けれないところ、車が。今までちょっと卑怯な感じでやってきたけど。3、4、5、6、7、あ、6発だな。よし、オッケー。青じゃん。赤じゃなかったね。で、これでようやく元の道に戻れるってことだ。まあ、あれだな。こういう風にたくさんのやつ、ナッツヘッド倒さないとダメだぜっていうパターンもあるんだぜみたいなね。っていうチュートリアルですね。これ今後気をつけてねっていうね。最初そういう風に示してくれるゲームは、まあいいですよね。攻略しやすいというか。いろいろとなくなったが、バリアは。ああ、そこ行けるね。まあ、正直、迷路だな。左か。もう基本的には、ちょっとこれ良くない戦い方だけど。まあ、この角から出ないようにとかさ。っていう戦い方を心がけてれば、まあ、あんまり死ぬことなさそうだけどね。あとは、無茶しない。もうさっきね、死んだ時は、ちょっと無茶しすぎだったからね。これはちょっとまずいっすね。
何も影がないところはもうエンシェントウォールって感じですね。おお、懐かしい、思い出した、そうだった。急所か。まあ胸だろうね、すぐ分かったけど。そしてこれは多分逃げ回るタイプのですよね。何、おお、やる。ここだね、心臓痛いの、強化しすぎよね。おっぱいがブルンブルンになってるみたいな。ちょっと聞いてるぜ。あれ、これ死んだんじゃないか、ギガスさん。あ、死んだ。まあ今のちょっと羽に近かったね。足の傾き具合が可愛いね。アイディフォーみたいなね、わかんないか。登りたいね。あ、はいはいはい、こっちか。もう一匹とか。おい、まあ最初から当てて。ちょっと待ってたね。びっくりした。どこだ。こいつらも近づいて撃ってこようとするから、うん、だからショットガンちょっと次あたり欲しいですね。一回死んでるからな、ちょっと惜しいね。二回か。あれ、まだいる。ちょっとあれやってる場合じゃねえな。邪魔なんだよね。オッケーオッケーオッケー。おお、立ち止まってるけど大丈夫。ギガースだって。いろんなゲームにいるギガース。死んだ。あれ、こんだけザコ。あっち行ってみたいな。どうなんだ。やっぱいるね。まあ、オーバーヒャーオーバーヒャー言ってるからちょっと違うんかな。あら、雷ドカンやってください言ってるね。かっこいいわ。かっこいい。いや、これ10年前のゲームですからね。12年前か。センスいい、本当に。何あれ、超かわいいんだけど。ズコー言ってる。チャーリー浜張りの死んだ。
お前ひゃお前ひゃうるせえな。うん、まあでも点数稼ぎのためにボスをこうなんだろう、本来だったらショートカットできるかもしれないけど、やっときたいよね全部戦車を。ああいいね。ちなみにこれ当然自分でエイム合わせてるんで外すことありますよ、まあ、最悪ですけどね。あれ、まあ、しっかりと壁使えば勝てるようになってます。オッケー。あとはエンシェントボールをすぐにパッて出せるようになってるかどうかですね。俺の場合はまああのゲーミングマウスにね割り当ててるのですぐチャッチャできるんですけど、チャッチャできる、チャッチャ。 It's here。 ヤマタノオロチヒュドラ。It seems to have absorbed enough souls. This one here is stronger than expected. さあ、どうやって倒すんだ？サクリファイスは今は関係ないね。ってことは、このロード画面のこのチップスはあんまり関係ないってことですね。さあ、ヒントくれ。とりあえず、うん、あれか、あれを撃つのか。おお、よいよいよいよ、なんだなんだ。どうだろうな、どう思う。引く。どうすんのどうすんの、方針を教えてください。じゃあやるよ、サンダー。これで引かなかったらどうしようって。今手前のゴーストに当たんなかった。大丈夫だよね、大丈夫か。何がって顔してるけど、危ねえ。おー危ねえ、なんだ。ちやめろやめろ。ちょっと多分だけど、あのゴーストを撃つとおそらくね、MP の最大値が復活しますね。あれ？何もしなくなっちゃった。あ、してきた。上がった？やっぱり。よしよし。いいけど、あぶねえ、合わせ技やってくるよ。カツオとミスの、何言ってんですか。どうしよう、とりあえずやっつけられるやつはやっつけとなって、まずいんだけど。オッケー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 。すげえむずいよ。ただ、おかげで、MP 回復だね。
じゃあちょっと逃げるか。スターバックスコーヒーみたいなのがね。逃げるか。あれ？逃げる場所なくない？めっちゃこっち向こうとしてくる。あ、あれ大丈夫なやつ。おお、アップね。うん、あった。あいつか。オッケー。もうサンダーが効かなかった時点で、あのあれか。あんなガイド初めて出たけど、中途半端な。よしよしよし。まあ大したやつじゃなかったな。防御はなかなかだけど、攻撃がからっきしだな。おい、ワンホール。もうまんますぎてね。巨人倒れる。我々の町を破壊してきた巨人軍団が何もかなかに夜に逮捕されていることが判明した。あまりに巨大な死体の死体の遺棄事件に迷惑極まりないと住民は憤っている。そういう問題かっていうね。まあすごく腐乱するだろうね。もうめっちゃ大変だろうね、処理が。おお、やったじゃん。 S じゃん。 A じゃん。ダメじゃん。まあ2回死んでますから。さあ今回の戦いを通して何がまあ必要だったかなっていうのは、この辺はねまだ大丈夫だと思うんですけど、うん、まだね大丈夫なんだよな。でちょっと思ったのは、ガンロッドのマシンガンフォームはちょっと一段階強化した方がいいと思いました ね。でショットガンが欲しい、非常に。はい、でガトリング、うわーこれ強いな。300だって。で次ウィッチクラフト、エレメントショットはまあもういいとして、何か新しくローズスピア、これいいね、うん、魔法で倒した敵も MP 最大値の回復にカウントされるのかな、うん、そこ気になるよね。でウィルパワー、あーそういえば ラベンズパニック、レイブンズパニック使うの忘れてましたね。これめっちゃ面白いのに、まあ、次回ですね。ウィルパワー、これもねちょっと面白めですね。はい、というわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またな。